これからですね、神奈川弁護団の方で、今判決の分析を行った結果、速報をですね、お伝えいたします。まあ、このそもそもこのまず責任、国の責任、東電の責任ということにつきましては、我々はこの2つの被告を訴えてきたわけですけれども、国に関しては津波対策をしっかり行わなかった。その本来国が持っている津波対策に関しての規制権限を行使していれば、今回の事故を防げたんだと、その行使しなかったことが違法なんだということを訴えてきました。東京電力については、東京電力もですね、同じく事業者として、自ら津波対策を行うべきだったのに、これを行わなかったということによって事故が発生してしまいましたので、そのことに関して責任を追及したという裁判でございます。で、今回のことに関しまして、この判決につきまして、概要をご説明したいと思いますけども、国の責任を追及する根拠としては、国のその規制権限を行使しなかったことが違法だというふうに言う根拠としては、一つはそもそも福島第一原発の敷地を越えて津波がやってくる、津波がやってくることによって、市として地下に設置されていた非常用電源設備が全部水没してしまって事故が起こるわけですけれども、まずその非常用電源設備が地下にありますので、敷地の高さを津波が超えてくるということを国が予見できたかどうかという予見可能性という論点が一つあります。それから予見できた場合にその予見した内容に基づいて実際に津波対策を講じることができたかどうかという結果回避可能性という論点があります。この予見可能性、結果回避可能性という2つの論点を踏まえて最終的に国が自らの津波対策の権限を行使しなかったことが有効かどうかという判断が下されている、そういうふうな構造になっています。で、東京電力の責任につきましては、私たちとしては東京電力もひどいと、やはり本来やるべきことをやっていないということで、民法の不法行為という責任を追及していたんですけども、もともとこういった原発の事故に関しましては、原子力事業を営む事業者は過失があってもなくてもですね、無過失責任を負うという法律になってますので、そこに関しては今回の裁判所も東電の過失ということに踏み込むことなくですね、無過失責任ということで東電の責任を当然に認めるという前提に立って、したがって主として国の責任を大きく論じているというふうな判決になっています。で、国の責任につきましては、私たちとしてはですね、その先ほど申し上げた敷地の高さを津波が超えてやってくるということについての予見可能性については大きく分けて2つの根拠を主張していました。1つは2002年平成14年に政府の地震調査研究推進本部、文科省のもとにありますけれども、そういった地震調査研究推進本部が発表した三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価という公式見解があります。これは日本海溝沿いの三陸沖から房総沖までどこでも大きな津波を発生させる津波地震が起こる可能性があるということを地震学者が集まった専門家が集まって討議された公式見解として国が発表したものです。したがって、北でも南でもどこでも起こる、中央真ん中でも起こるという、そういう見解ですので、それに基づいて津波の試算をちゃんとやっていれば敷地高を超える津波を予見することができたんだということをまず第一として主張していました。で、この予見可能性に基づいて対策を講じるべきだったということを主張していました。それからもう一つは、2002年からもう少し時間が経ちまして2008年2009年平成でいうと平成20年21年頃なんですけども、その頃にですね、869年平安時代に、発生した常願地震という非常に大きな地震がありまして、この地震に伴う津波被害というものが津波堆積物の調査によってですね、かなり明らかになっていました。で、津波堆積物、実際に敷地の上に津波堆積物が残っている、もう海岸線からですね、3キロぐらい奥までこう津波堆積物が残っているわけですが、その津波堆積物に基づいてですね、実際に常願地震がどんな地震だったのかということを、その当時どのぐらいの波源といいますけども津波を発生させるものだったのかということを、シミュレーション計算をして、一定の知見が示されていました。
したがってそういったこの常磐地震という過去に実際に起こった地震がありましたので、この過去に実際に起こった地震に基づいて、津波の敷地高を超える津波が受けてきたのではないかという主張もしていました。というのはこの頃ですね、平成21年、2009年ですけれども、平成21年の9月に、国のですね、保安院ですね、まさに原発を安全対策を担当していた部署ですけれども、その保安院の役人が、まあ、これはこちらの裁判では、その安全審査官ということで裁判で証言してましたけれども、その方がですね、常磐地震に基づいて東京電力に対してちゃんと試算しなさいということを言ったということが実際に平成21年の夏頃にあります。で、実際に東電はその保安院の意向を受けて常磐地震の知見に基づいて津波の高さを計算しました。そしてそれを国に報告していました。で、それによるとですね、8.6 メートルから 8.9 メートルという試算結果が出ていました。そうすると10メートルの敷地高さですから、まあ、誘導でいうと1メートルぐらいしかないというような状況になりますけども、まあ、そういったことを報告してましたので、国もですね、東電もそういうことで分かっていたということで、私たちとしてはその常磐地震の知見に基づいて平成21年の9月以降敷地高を超える津波が予見できたのではないかということを2番目の主張として出していました。で、その2つの根拠で予見可能性を主張していたんですが、まあ、今回の判決はその2つのうち後者の方ですね、2番目の方の常磐地震の知見が高まった時点で予見可能だったんだということを言っているというふうな判決でございます。これまで各地の全国の他の裁判ではむしろその長期評価に基づく予見可能性ということを訴えていて、まあ、その点について予見可能だということで国の責任を認めてきたということがあるわけなんですが、今回の裁判の横浜地裁の裁判ではそこが長期評価を、まあ、もちろん長期評価の重要性も言ってるわけなんですけども、最終的にはその平成21年9月の常磐地震に関する試算結果の報告に基づいて予見可能性というものを認めたというふうな内容になっております。で実際にその平成21年9月の段階ではですね、もともと福島第一原発は敷地の高さを超えて津波がやってくるということは想定しないで作られているわけですけれども、もうこの平成21年9月の段階ではですね、まあ、その点が明らかに違う状況になっていたというふうなことを裁判所が明確に述べています。で、なのでこの平成21年の9月の段階で何ら対策を講じないで、津波対策を講じないで放置するということはそもそもおかしいんだということを明確に言っています。で、この時点において、仮に平成21年9月以降、実際にそこに、まあ、電源設備があるわけなんですが、電源設備を高台に持ってくればですね、その対策を講じることができたんだということを明確に言ってまして、先ほど申し上げた予見可能性だけではなくて、電源設備を上に持ってくれば津波が来たとしても事故を防げたんだという結果回避可能性に関しても明確に述べているというふうなものになっています。で、まあ、これについてですね、平成21年9月と言いますと、まあ、事故が平成23年ですからそれほど時間がないわけなんですけども、まあ、そういったことに関して国の方からはですね、実際にその結果回避措置を講じることができたとしても時間的に間に合わないんだというふうな主張もあったんですが、裁判所はですね、この平成21年9月の段階ではその予見可能性というものが福島第一原発の安全対策を根本的に覆しかねない極めて重大な内容だということで、だんだん知見が高まってきていてですね、もうその時点においてはとにかくその安全対策を講じなければ絶対にいけないんだということで、そうするとスケジュール感に関してもですね、通常と同様にゆっくりやっていればいいというわけではなくて、むしろスピード感を早めて対策を講じなきゃいけないんだということを明確に述べています。なのでそういう意味では対策をちゃんと講じていれば平成22年の終わり頃までには対策ができたんだということで結果回避可能性を認めたというふうな内容になっているということでございます。でそういうことを踏まえまして国の津波対策に関する規制措置を講じなかったという違法についてなんですが、こういうふうに言ってます。平成21年9月の時点で被告国が予見することができた重大な被害は
その発生不発生が福島第一原発の敷地高を超える津波が到来するかしないかという偶然の事情によって左右される極めて不安定な状況にあったと。でかつこれを回避するために取り入れる措置は電源設備の移設よりはありえないという極めて緊迫切迫した状況だったということで、その状況においてですね、何らの対策を講じなかったということ自体は、まあ、この国の裁量権を逸脱する違法なものなんだということを明確に述べているというものでございます。で、東京電力との責任に関しては、東京電力と国の責任の関係に関しては、東京電力はそもそも原子力現売法に基づいて昔責任を負うわけで、でかつこちらの国の責任に関しては国家賠償法に基づいて責任を負うと。でこの2つの責任が共同して行われたということで連帯責任になるんだということを言っています。で、従来から国の方ではですね、そもそも原発事業というのは一時的には事業者がやってるんだと。でそれを補完し、まあ、それをこう事業者がやっていて、あくまで国の方は一時的な責任しかないんだということを主張してきていましたが、その点に関してはそうではないということを判決は言っています。結局その先ほど申し上げました通り、かなり極めて緊迫切迫した状況にあったと。で被告国にとって、敷地高を超える津波が到来することを念頭に置いた措置を取ることは困難なものではなかったけども、その国は実質的に福島第一原発の敷地高を超える津波は到来しないものとみなして、当面の間具体的な安全対策を取らないことをしたということで、本来やるべきことをやらなかったものだと。でこのような判断に専門的技術的見地から見た合理性を見出すことはできないということを言ってまして、このような専門技術的裁量が被告人があったとは認めがたく、このような判断の過程には看過しがたい過誤欠落があったという方がないという言い方をしてまして、国がこの段階で津波対策を取らなかったことは著しい過誤であるということを言っているということです。でしたがって国の責任をですね、東電の責任と比べてあえて限定する必要もないということで、国と東電の責任と全く同じ責任をですね、国に対して認めたというふうな、判決になっています。で今回のそのざっと全体の概略はそのような感じなんですが、今までの各地の判決とは若干違う形での予見可能性を認めて、回避可能性もそれに基づいて判断をしているという点では異質な点はあるわけなんですけども、基本的には国がやるべきことをやらなかったということについてかなり厳しく断罪をし、東京電力と同様の責任を認めているという点に関してはそこは評価できるのではないかなというふうに思っています。またこれからですね、詳しく検討してですね、また改めて、もう少し詳細な部分はいずれご報告したいと思っていますけども、全体の概略としては以上でございます。弁護団副団長で損害論のパートを担当しております弁護士の山崎健一です。私の方からは損害に関する判決の基本的な考え方、そして各区域に応じてどういった損害の認定がされたかといった大枠をご説明しようと思います。まずもしお手元に判決用紙をお持ちの方はですね、9ページからということになりますけれども、まずこの事故によって原告の方々がどのような利益、法律的に守られるべき利益を侵害されたのかという点に関して、私たちは単なる例えば住む場所をですね変えさせられたという程度のものではなくて、自分がそこに住んでふるさとに住んでさまざまな活動をしていた、そういったことを踏まえて、放射線の被曝の危険性から逃れて、そういったふるさとを離れなければならなかったという意味において、個人の生命、身体、精神および生活に関する利益全てであると、その総体が人格権と言えるのだから、そういった人格権の侵害に当たるんだという主張をしておりました。これに対して今回の判決では、判決の用紙で言いますと6項の括弧1というところに書いてありますけれども、いわゆる平穏生活権、居住移転の自由のほか、財産権、生存権、生命身体の自由、人身の自由など、各種の法的権利が考えられるけれども、
本件においてはこういった広範な権利の一部または全部が多種多様な規模を対応で侵害されたと、その関係は極めて複雑であるということで、非常に広くかつ革新的な人格権の内容も踏まえてですね、捉えているというふうに言えると思います。このあたりは積極的に評価して良いところではないかと考えております。その上で、具体的な損害の考え方についてですけれども、その下にありますように、類型に分けたような考え方をとっております。生命身体の自由生存権財産権の侵害といったものですとか、あるいは自己決定権の侵害というレベルのものまで、ある程度段階分けをして考えていますけれども、結論的に言いますと、避難指示の区域に応じて、その侵害された権利なりを考えてですね、認める金額に差をつけているという考え方をとっております。この点私たちとしては、そもそも避難をさせられる時の区域指定というものと、今実際に避難した方が被っている損害を考える時の基準というのは必ずしも一致するものではないと、いわゆる政府からすると、自主的避難として、いわゆる区域外の扱いをされた方々であっても区域の中の方々と基本的に変わらないのだというふうな主張をしております。そこで重視されるべきは、その、地域における放射線の量であったり、さまざまな社会的要因もそれに加味して考えるべきだという主張をしておりますけれども、今回の判決は今まで読んだところによりますと、そういった占領ということよりもですね、むしろ区域指定をされて避難を余儀なくされたといった、そういう社会的な要因に基づく権利侵害、政治的苦痛というものを捉えています。ですので結論的には政府による区域指定に応じた損害の任用額になっていると、こういうふうに理解していただければと思います。ちょっと順番逆になりましたけども、先ほどの、非侵害利益のところに関係する、判決内容としましては、原告の方々がどういったことを侵害されて、しまったかという点については、事故の設定した居住地において家族と共に暮らしつつ、職場や学校等における活動を通じて自己の人格を発展させ、友人親戚等当該地域の住民との人的つながりを通じて相互に助け合い、または自己の人格を発展させ、その他当該地域の自然環境や生活資源の恩恵を受けながら精神的に満ち足りた生活を送るものというような整理ができると、こういったものを侵害されているということを指摘している判決です。その上で、さらにですね、この損害認定をする上では、被告らは基本的に国が定めた中間指針の金額で相当なのだと、それ以上の損害はないのだという趣旨の主張をしておりますけれども、その点に関してはですね、中間指針についてはそういった再主張は採用しておりません。その点については以下のように述べています。この判決が任用した、任用精神的苦痛に対する慰謝料の額というのを前提にした場合に、中間指針などによれば帰還困難区域に居住していた者に対する慰謝料は結果としてこの裁判所が認めるふるさと喪失慰謝料に近い額にはなっているが、その他の地域に居住していた者に対する慰謝料の額は、この判決が言う先ほどの平穏生活などの要素の喪失の程度を適切に考慮反映させたものとは認めがたい、そのまま採用することはできないというふうに言っております。そしてこの中間指針等は平成23年8月ないし24年3月までという本件事故の影響がなお不透明で、避難の規模や期間も必ずしもその全容が明らかになっていない状況で定められたものであるから、
その基準を現時点においてそのまま活用することは困難であると。なので中間指針等による基準は直接採用しないということをはっきり言っております。この点についてはですね、やはり中間指針というのはあくまで中間的な暫定的な指針だったわけですから、被害の実態をに着目してですね、やはりこの指針を改定する、被害の実態に見合った指針を作成すべきという考え方を裁判所も示しているのではないかと理解しております。その上で最後に結論的な任用額について簡単にご説明しますが、これも要旨の方には10ページの方に記載されております。意のところに書かれておりますが、帰還困難区域は1500万円、居住制限区域は5年以上だと1300万円、避難指示解除準備区域は5年以上だと1200万円、等々と緊急時避難準備区域が250万円、屋内待避区域が150万、その他30万、あるいは子ども妊婦は100万、といったような金額が各区域ごとに累計的に定められているということになっております。で、私たちはこの区域指定に応じた金額の設定、そもそもそこに合理性があるのかという主張をしてきておりますけれども、今回の判決はその区域指定に沿った金額の算定をしています。ただですね、細かく見ますと、例えば帰還困難区域と居住制限区域の線引きをされたその線の数十メートルしか離れていないような原告の方もいらっしゃいますけれども、そういった方については帰還困難区域と居住制限区域で認められた金額の中間的な金額が認められているようです。その意味では国の定めた区域指定が非常にその線の中と外で賠償の格差が激しいという点については、やはりそこは是正する必要があるという考えを取っていると思われます。また全体的に見ますと、今言った金額はですね、避難慰謝料との関係で言いますと、これまで支払われてきた避難慰謝料についても含むという考え方をしております。つまり区域指定された方々は避難慰謝料を受け取られてくる方がいますけれども、先ほど申し上げた金額からそのすでに受け取った慰謝料については控除をすると、こういう考え方を取っております。その意味で私たちの請求とは異なる考え方を取っております。私たちは避難慰謝料はそれとして別途区域の内外を問わず同額認められるべきである、それに加えてふるさと喪失あるいは生活破壊といった別個の慰謝料を認めるべきであると、こういう請求をしたんですけれども、ふるさと生活慰謝料は認めましたが、従来の避難慰謝料はその中に含まれると、こういう判断をしているということでございます。ただ、いわゆる避難の過程でですね、非常に過酷な避難所生活ですとか、車中泊の生活を送られた方については、いわば例外的にその日数に対する、避難慰謝料が若干額認められたと、こういう構造になっております。ですので、基本的には先ほど触れました地域ごとのふるさと喪失慰謝料というのが慰謝料の総体に近いということになりますけれども、各区域ごとに見ますと、これまで非常に差があったですね、例えば帰還困難区域と居住制限区域、居住制限区域と避難指示解除準備区域の賠償の格差というのがかなり是正されるような内容にはなっております。その意味でもこれまで、中間指針等で認めてきた賠償額が被害の実態には見合っていないという点は指摘されたものと考えられますので、その点についての指針の改定、といったものも必要になってくるというふうに考えております。私の方からはとりあえず以上とさせていただきます。ありがとうございました。はい、弁護団の小川坂です。先ほど山崎弁護士が損害論の
全体について説明されましたけれども、私の方からは被爆の問題についてお話をさせていただきたいと思います。その前に先ほど言ったようにこの判決は、慰謝料について、避難慰謝料というものとふるさと喪失慰謝料というものを2つに分けて、それぞれ算定をしている。でそのふるさと喪失慰謝料というのは先ほど来述べたように生命、身体の危険とか生存権とか財産権とかというものを広く、全て含んだ複雑なものとして認めているというふうになっていて、おそらくふるさと喪失慰謝料という言葉を使ってその中にさまざまな権利侵害が含まれているというふうにはっきりと判決で認定したのは、この横浜地裁の判決が初めてではなかろうかというふうに思っています。で、被爆の問題ですけれども、今日も全国からたくさんの原告の方とお見えになっています。避難指示が出されている地域の方々はもう選択の余地がなく避難しなければならなかったわけですけれども、避難指示が出されていない地域から避難された方、あるいは避難指示が解除後もですね避難を続けなければならない、こういう方たち、もちろんさまざまな事情がありますけれども、その理由の最も大きなものは放射線被曝による健康被害ということを回避するしたいと、自分それから自分の子どもや家族のその健康被害というのを回避する、そのために避難を続けているし戻れないという状況が事故後8年経とうとしていますけれども、今日まで変わっていない。このことがこの原発事故の他の公害事故と決定的に異なる点だというふうに考えています。これまでの集団訴訟の判決の中で必ずしも十分な賠償額というのは認めてこられなかったということの一つの大きな要因として、この被爆の問題について裁判所がどこまで認識できていたのかどうかということがやっぱり問われる。で私たちは、なんとかこの賠償水準を大幅に引き上げるということを、これが必要であると、いうことを考えておりまして、そのためには裁判所に被爆による健康影響ということに関して正確、できる限り正確に理解をしてもらいたい。そのことでしか賠償水準を被害に見合ったものに引き上げる道はないのではないかということで、相当程度この裁判の中では被爆の問題について、力を注いできたつもりですし、原爆症に長く携わっていたお医者さんの証人尋問などもやってきた、というつもりでいました。そういう観点で見ると今回の判決が被爆の問題について、十分、裁判所に対して私たちが主張していた被爆のリスク危険というのが十分届いたか、ということで言うと、結論的に言うと、必ずしも十分には届かなかったなというのが率直な感想です。もちろん全面的に否定するつもりはないんですけれども、という印象です。でまず裁判所はですね、被爆によるがんリスクが向上する、生物学的に向上するということに関してはこれは否定できないその、という立場を前提に置いてはいます。しかしながら、私たちが主張してきた、リネンティモデルという、つまり、被爆の線量が上がればその線量に比例して、発がんのリスク等が高まっていく、それに対して敷地、つまり一定線量を超えなければ影響はないんだというそういう考え方は取らない、こういうことに関して言うと、その LNT モデルに関しては十分傾聴に値する見解ではあるものの、少なくとも科学的疫学的に確定した見解ではないということを述べられて、したがってその LNT モデルに従った損害の算定というのはこの裁判所では取らないということを言われています。かなりたくさんの知見を出してそれに対して、それなりに評価をしているわけですけれども、基本的に私たちも実はその比較的に実証されているとかも解決済みだとかっていう主張はしているわけではなくて、さまざまな知見を重ね合わせればこの LNT モデルに従って避難をするというのは科学的に合理的だということを、言っていたわけですけれども、そこは十分伝わらなかったということになります。で他方で
国及び東電は基本的には100ミリシーベルト未満の線量であれば健康影響は考えなくてもいいと、まあ、正確に言うとそのリスクが仮にあったとしても他の影響に紛れるほど小さいものであって、まあ、考慮に値しないという言い方をしてきたわけですけれども、その見解に関してこれは否定をしています。したがって、敷地がないというモデルを前提に損害算定はしないけれども、国が言うように100ミリシーベルト以下では影響がないという見解も取らない。じゃあどういうふうに考えたかというと、一つは先ほど言った損害、避難車両ですけれども、でこの裁判所に考えている避難車両というのは私たちが主張しているものとだいぶ違っていて、避難所にでの生活を強いられたとか車中泊を強いられたとか、そういったことに対する慰謝料を指していますけれども、これについては、避難指示が出てた区域というのはこの被爆の恐れがあって避難してたというのは間違いないんだという言い方をして、避難指示が出てなかったところについてもですね、基本的にその避難所とか車中泊ですから、まあ、事故直後そんなに長くない時間を指しているわけですけれども、そもそも避難指示とか避難区域の指定というのが事故直後の間には全く確定的ではない、非常に流動的であって、その段階で避難指示が出てたからといって、その外側に対して避難指示が出ない、そういったようなものはなかったのであるから、避難指示が出てないところから避難を強いられて、事実上避難を強いられて、それによって健康で文化的な生活を害するような過酷な生活を強いられた方々にとっては対しては、区域の避難指示の有無に関係なく避難車両というのは認められるべきだというふうな言い方をしています。それから、先ほどふるさと創出慰謝料に関してもですね、これも基本的にふるさと創出慰謝料というものが、区域外に関しては、自己決定権侵害という言い方をしてますけれども、そういった慰謝料が認められるということについては、線引きと関係なく認められるんだという言い方は、してはいます。で、その自己決定侵害ということの、言い方なんですが、これは基本的に国の、先ほど言ったように100ミリシーベルト以下ではリスクが小さいので他の要因に紛れてしまって、分からないということを、まあ、ある意味逆手に取っているような形ですけれども、そうだったであればなおさらですね、仮に将来がんにかかるというようなことがあったとしても、それが被爆を原因とするものなのか、それとも他の要因が原因になるかというものは判然としないと。で、そういうその被爆、少なくとも被爆を原因としてがんにかかるかもしれない、あるいはかかってしまったかもしれないという不安を抱えながら生活を強いられるということは、それは損害と考えていた。それを避けるために、従前の生活環境を放棄したということは、まさに被爆の影響を避けるための、避難措置、避難回避行動であって、それは事故との間の因果関係を認められるんだと、まあ、こういう言い方をして、つまりそれが自己決定権、つまり自分が、自分の思うような人生や生活や、居住地を決める、その権利が侵害されたんだということで、区域外の人たちに関しても、一定程度の慰謝料を認めた、こういう判断になっています。ただし金額は先ほど一覧表でお配りした通りの金額ということですので、残念ながら従前の水準を大幅に引き上げるというまでには至っていない、ということが言えるかなというふうに思っています。ただ母子避難の方に関してはそれなりの水準の賠償額が出たかなという感じはしています。これまでの集団訴訟でいうと、昨年3月に東京地裁で出された、いわゆる首都圏、判決の中では、この判決の中では先ほど言った LNT モデルに基づいてそれが事実であると考えて行動するというのは科学的に認められるんだということをはっきり言い、あるいはその直後に出された原爆症の東京高裁の判決では、がんに敷地がないということを判決文の中ではっきり言っているものと比べると、今回のこの際の判決自体はそれと比べれば若干後退したというふうに言わざるを得ないかなと。それは極めて
残念といいますか、あれだけ、やってきたことに対する判断とすると非常にやっぱり、辛いものな感じはしますが、まあ、先ほど言った通り特に母子避難に対して手厚く賠償するんだ、区域外について賠償するんだと、それは被爆の影響があるかもしれないと思って生活を強いられるということはやはりそれは、自己決定権に反するんだということを認めた結果ではあるので、そういう意味で言えば、まあ、前進面があったというふうに言える部分もあったのかなという感じがしています。以上です。